You're welcome. はい、こんにちは、マリボーです。今日は2日目です。今日のご飯は春雨のサラダと白菜のスープとチンゲン菜の炒め物を作っていこうと思います。中華風で今日は作ろうと思います。ね、余ってた、ね、野菜を何としても使い切りたいので、はい、これを作っていきます。できたー、おいしそう。サラダとオイスターソース炒めとスープとご飯です。食べよう食べよう食べよう。今日は3日目です。買ってきた食材を紹介していこうと思います。キメズマートっていうとことスーパーストアっていうとこに行ってきました。で、最初にキメズマートで買ったものは豚ひき肉が5ドル39セントと、うどんも買いました。冷凍のうどん、これで4ドル99セントです。で、次にスーパースターで買ったものが大きい、めっちゃでかいこのほうれん草、すごい大量に入ってて、これですごい安くて7ドル98セントです。すごい、これは安いと思う。いつもね、大量に使うので買いました。縮むしね。はい、と次にトマトが、0.75 セントです。1ドルないぐらいです。で、ブロッコリーが1ドル68セントです。このちっちゃいので意外と高いね。はい、で次に人参
が66セントです。1ドルないです。レタスが2ドル48セントで、このベーコンがセール安かったので 2ドルでした、これ1個で。で最後にこの大きいチキン、鶏もも肉かな、がこの大きいので22ドル4セントです。これは結構いっぱいあるので冷凍してちょこちょこ使っていこうかなと思います。 How much was it?95 cents. これがすごい大きくて、まあ、自分で切るやつなんですけど、これが95セントでした。これで1ドルないです。でよく袋に入ってる、いろんなブランドから出てるやつは、まあ、安くても2ドルか3ドルぐらいはします。これでね十分好きな大きさに切れるのですごい好きです、これ。はい、終わり。こんな感じです。合計40ドル52セントと12ドル17セントです。Okay, let's make curry. 今日はカレーです。 Do you like curry? Yeah, I love curry. Curry is one of my favorite dishes. Yeah. Especially with this rice and cheese. Wow.I used to not like curry.買い物から帰ってきたので買ったものを紹介しようと思います。一昨日もね買い物行ったので、まず昨日なく使い切っちゃったバナナです。でこれが値段がいくらかな、結構大きいの買ったんだよね。でもこれで1ドル87セントです。私がいつも買ってる卵です。
オメガ3っていうのが入ってる。これはすごいなんかね、他のより美味しいのでこれをいつも買ってます。これは4ドル79セントです。はい、でこれから、ね、多分なんかテレビとかで見たかもしれないけど、こっちでねいろいろ消毒してから冷蔵庫に直すので、今からやっていこうと思います。はい、で今日の合計はじゃん、見えるかな、6ドル66セントです。666でした。はい、味噌汁とご飯と冷ややっこと大根のそぼろ煮です。はい、こんにちは。今日で6日目です。今日のご飯はハイネミーチキンっていうのが中華であるんですけど、シンガポール料理なのかな、なんかチキンライスっていうのを作ります。あのオムライスとかじゃなくて、一緒に炊飯器を作るやつと、あとスープとちょっとしたなんかキュウリの何かを作ろうと思ってます。はい、で今日のはすごい簡単なのでささっといきます。はい、
こんな感じでスープとタイニーニーチキンとご飯とキュウリのなんか中華ソース絡みみたいなやつとソースは醤油とごま油でちょっと作りました。美味しそう、食べよう。朝は昨日の残りのチキンライスと中華スープです。はい、ということで今日のご飯は肉団子入りの中華スープと餃子とご飯です。で今日で1週間が経ったので It's been only one week since we started this? Already been one week? Or you mean but we have three more weeks to finish. Like, I don't know how much we have left. But... Is that what you mean? No, semi or something. Yeah, so...We might have to eat like rice and sauces. I don't know, let's see. 食べましょう。